Aynı anda.愛南町ケーブルテレビをご覧の皆さん、こんにちは、岩切愛子です。少しご無沙汰してしまいましたが、私は、アルバム制作バタバタと、頑張って作っておりました。そして先日6月23日私のバースデーワンマンライブで、めでたく CD リリースとなりました。じゃーん、こちら100色メガネというタイトルのCD になります。そしてこの中に収録されている虹をかけようという曲で、なんとなんと、愛南町平城小学校の合唱部のみんなと、コラボレーションをして、一緒に一曲歌っております。とっても慣れない、環境の中で、緊張しながらも一生懸命歌ってくれてた、お子さんたちの声がしっかりと入っておりますので、ぜひぜひたくさんの方にこのアルバム聴いていただけたらと思います。そしてその、このアルバムを引っ提げて今年も、3年目となります、愛南町ホールコンサートを開催することが決まりました。日にちはなんと今年は 2days 10月5日と6日、場所は出会い21という、愛南町柏のホールになります。今年も賑やかなバンドメンバー、ドラゴンボーイズのメンバーとともに愛南町に伺いたいと思います。ドラゴンボーイズは、集まるともうお腹が痛いぐらいずっと笑っているという個性豊かなメンバーです。そんなメンバーから愛南町の皆さんに、愉快なメッセージが届いております。どうぞご覧ください。あの松任谷愛介です。10月5日6日ロンドンから飛んでいくからね、みんな待っててね、バイバイ。どうもこうちゃんです。愛南町の皆さん、久しぶりに愛南町に行くの楽しみにしてます。ライブ来てね。お待ちしております。行きますから。